もう、いつになったら恋人になってくれるのかしら。私だけの王子様。こんばん、ラブビーム。ミステリー案内人です。ラブビームって、もしかしてそれに当たると強制的に恋に落ちちゃう的な？やだ、禁断の魔法だわ。確かにそんな魔法があったら世の中は大混乱ですね。でも世の中には魔法なんかに頼らず好きな人に全力アタックしている人もいますから。今日はもしかしてラブのお話？それでは早速見ていきましょう。どうぞ。お姉ちゃんお待たせ。遅い。実家に用事があるからよかったけど、外での待ち合わせなら帰ってるところよ。ええー、ごめんごめん。あ、そういえばお兄ちゃんたちに出かけることを言わなくていいの？それが、今日ビターはカカオに用事があるらしいの。だから夜、家で晩ご飯を食べて私たちの家に帰る予定よ。へえ、二人が一緒なんて珍しい。何してるのかちょっと覗いていこうよ。お兄ちゃん、何してるの？何って、見たらわかるだろ？チョコ風呂に入ってるのさ。至福のひととき。お、ありがとうビター兄さん。ビター？何よその格好。まさかあんたの用事ってこれ？実はちょっと前に兄さんが欲しがっていた本を偶然僕のターゲットが持っていたからプレゼントしてね。今回はそのお礼に僕のチョコブロをプロデュースしてもらったんだ。さすがカフェ経営しているだけあって上質なチョコについてよく知ってるよ。強烈至極。チョコブロに入りながらのチョコレートドリンクはまさに極楽だね。どうだい？肌もツルツルになって、より一層美しくなっただろう？完全同意。カカオ美肌効果抜群。もう行こっか、お姉ちゃん。ええ、そうね。ビターとカカオに呆れた二人は、さっさと買い物へ出かけることに。いやー、久々に見たね、お兄ちゃんのクソナルシスト。あれじゃあ、いつまで経ってもモテないだろうなー。ナルシストに加えてチョコジャンキーのサイコパス変態なんて、よっぽどの物好きじゃないと無理でしょうね。ってことで私はこっちに行くから。え、どこ行くの？あんたは骨董品屋に行きたいんでしょ。私はパソコンが見たいから、後で合流しましょう。せっかくだし一緒に見ようよ。あんた機械類からっきしでしょ。すぐ済むから骨董屋で待ってなさい。ブー。こうしていつもの骨董品屋に向かったガーナ。しかし、その骨董屋で出会うとある品が、とんでもない騒動を引き起こすことに。こんにちはー。あらまあ、いらっしゃい。出迎えてくれたのは、いつものおじいちゃんではなく、見慣れないおばあさんでした。見るからに怪しい格好でしたが、ガーナは気にせず話しかけます。あれ、いつものじいちゃんは？今日は特別に私が店番をしているのさ。いい。それにしても、かわいいお客さんだ。何を探しているんだい？今日はね、なんかおしゃれで面白いアイテムがないかなと思ってきたんだ。おしゃれで面白いものか。そうだ。それじゃあ、これはどうだい？わあ、このメガネとっても可愛いにゃ。あ、でも私視力はいいからな。って、ねえおばあちゃん、このメガネかけたらなんか数字が見えるんだけど。ああ、そのメガネは特別でね。かけている間、とある数値が見えるんだ。とある数値？詳しくは言えないが、その数値が高ければ高いほど、その人間はトラブルに巻き込まれる可能性が跳ね上がる。何それ怖っ。でも何の数値かわからないんじゃ意味ないしな。その数値が何かズバリ当てられたら、この店にあるものを何でも一つプレゼントしてあげよう。本当に？よーし、名探偵ガーナちゃん、頑張っちゃうよ。健闘を祈るよ。まずはこの数値の法則を見つけなくちゃね。ガーナは街行く人たちの数値を観察してみることに。すると、とあることに気がつきます。見た目のいい人ほど数値が高い傾向にあるかも。でもさっき散歩されてるワンちゃんの中に300って数値の子もいたしな。うわ、すごい美人。って、数値 500? ああ、よくわかんないな。お待たせ。って、今回はそのメガネにしたの？お姉ちゃんの数値は100。今まで見てきた人の中では平均的って感じだにゃー。ちょっとガーナー。ごめん。ちょっと考え事してたんだ。それより、今日晩ご飯お姉ちゃんたちも一緒でしょ？せっかくだし、デリバリーいっぱい頼もうよ。それなら最近見つけたいいピザ屋があって。そうだ。お兄ちゃんたちの数値ってどれくらいなんだろう。参考になるかもしれないにゃ。こうして家へと戻ったショコラとガーナ。ガーナは小走りでカカオたちの元へと向かいます。お兄ちゃんたち、今日の晩ご飯はお姉ちゃんおすすめデリバリーだにゃ。って、はい？いきなりなんだい大声出して。ガーナ、相変わらずキテレツ。1000万って、どういうことだにゃー。ガーナの叫び声にショコラも慌ててカカオたちの元へ合流。ガーナは骨董屋での出来事を兄たちに説明することになりました。なるほど。それでちょっと様子がおかしかったわけね。ちなみに姉さんたちの数値は？お姉ちゃんが100、ピタお兄ちゃんが80。1時間くらい街の人を見ていたけど、2人はだいたい平均値だと思う。ちょっとそのメガネ貸して。どうしたの？ガーナの数値は130と出ているわ。そうなんだ。じゃあ平均よりちょい上くらいかな。でもこれ、高ければ高いほどトラブルに巻き込まれやすくなるって魔女のおばあさんが言ってたからあんまり嬉しくない。そうなるとカカオの1000万って常軌を逸してるわよね。サイコパス度なのか、トラブルホイホイ度なのか。いいや姉さん。この数値は間違いなく、好感度の可視化だね。はぁ？そんなわけないじゃん。好感度が高いならトラブルに巻き込まれるわけ。だってガーナが街の人を見ていた限り、数値の高い人は美男美女率が高かったんだろう？そりゃそうだけど。試しに僕も街に繰り出してみようじゃないか。チョコ風呂でツヤツヤ美肌。いつもよりさらに美しいこの僕がね。お兄ちゃん！ダメだ。行っちゃった。もしかしてナルシスト度なのかもしれないわね。ナルシストっているだけでうざいじゃない？トラブルに巻き込まれて死ねばいいのよ。お姉ちゃんブチギレすぎだよ。やじ馬根性。まあ確かにあいつが盛大に振られるところは興味があるわね。それじゃあ、レッツゴー！まあ僕が美しいのは分かっていたことだが、まさか好感度が1000万とはね。ほら、みんなご褒美だよ。この僕のご尊顔を、拝み喜ぶといいさ。やあ。はい？君は本当に運がいいね。なんせ、今ならこの僕とチョコデートに行けるんだから。チョコデート？お断りします。ちょっと。なんだ？ひょっとして照れてるのかな？やあ、ハンカチ落としたよ。やだ。ありがとうございます。まったく、白々しい真似をするじゃないか。僕に拾ってほしくてわざわざ落としたんだろ？返してください。帰って洗濯しなきゃ。ごーん。なぜだ？僕の好感度は1000万のはずなのに。すがすがしいくらい相手にされてないわね、あのチョコジャンキークソナルシスト。予想通り。ってことは、やっぱり好感度じゃないよね。謎は深まるばかりだな。もう家に帰ろう。お兄ちゃん行っちゃった。私ももう骨董品は諦めて、おばあさんに正解聞きに行こうかな。いいえ、もう少し粘りましょう。ご褒美はさておき、問題が解けないという事実にイライラするわ。同意。じゃあ、整理すると、美男美女は数値が高い傾向にある。あと、ブランドとか宝石つけてるセレブ系も高い傾向だったかな。それから、犬や猫なんかにも高い数値がつく場合があった。でも、野良犬とか野良猫じゃなくて、飼われてる綺麗な子ね。で、数値が高いほどトラブルに巻き込まれやすくなる。それって、もしかして。私はあなたのこと、とってもかっこいいと思います。だから、このチョコドリンク、飲んでください。え？ありがとう。って、これは。よかった。やっぱり贈与の民剤は効くみたいだね。かかっち。君は、名兵じゃないか。え？何？お姉ちゃんは正解が分かったの？あくまで仮説だけど、美男美女、セレブ、血統書付きの犬猫。これって、総じて人からの注目を集めるわよね。確かに。それって、同時に人から執着されるってことでもあるのよ。つまり、人からの執着度。そういうこと。それなら数値が高ければトラブルに巻き込まれるのも納得よ。ほら、例えば、アイドルとか芸能人とかインフルエンサーなんかはすごい数値なんじゃない？ああ、ほんとだ！みんな1000超えだよ！でも、それでもお兄ちゃんの数値は飛び抜けて異常じゃない？つまり、カカオは今それだけヤバいやつに執着されてるってことよ。ここは一体。って、これは僕の盗撮写真じゃないか。そうだった。僕は確か。やっと起きたんだ、カカッチ。やれやれ。随分と久しぶりじゃないか、メンヘイ。それに、これは一体、どういうつもりだい？そんなの決まってるでしょ？私は1秒たりともカカッチを忘れたことはなかったのに、いつまで経っても私を迎えに来てくれなかったじゃない。だから、奥手なカカッチの代わりに、私の方からわざわざお迎えに来てあげたの。迎えにって、相変わらず強烈なメンヘラ的思考回路だね。悪いが家に返してくれないかい？ダメに決まってるじゃん。カカッチはこれから一生私と一緒に暮らすんだから。そうだ。私のことは、またメンちゃんって呼んでね。愛してるよ、カカッチ。はあ、なるほどね。僕の異常な数値はおそらく、人からの執着度ってところか。これは確かに、高ければ高いほど厄介だね。監禁。それからカカオは、メンヘに身の回りの世話をしてもらう生活が始まりました。はい、カカッチ。あーんして。ちょっと、なんで食べてくれない？私が作ったご飯じゃ嫌だって言うの？僕のストーカーなのに、普通の食事を出そうっていうのかい？普通チョコ系の何かを出すと思うんだけど、それにこれじゃ、ゲームだってできないし、いい加減ほどいてくれないかい？ダメよ！ゲームなんてさせたら、また前みたいに助けを呼ぶかもしれないでしょ？そんなことするわけないだろう。メンちゃん。甘いこと言っても騙されないよ。カカッチは一回、私を裏切った前科があるからダーメ。それに、もし次逃げ出そうとしたら、本当にただじゃおかないんだから。そのくらいわかってるさ。僕だってもうずっとここで暮らすつもりだよ。え？本当？ありがとう、カカッチ。愛してるわ。ふふふ。せっかくだし、お祝いにチョコレートドリンクを買ってきてくれないかい？一緒に乾杯しようじゃないか。うん！それじゃあ、買ってくるね。よし、どうやら行ったようだね。ふふふ、縄抜けの特訓を受けておいてよかったよ。今のうちにさっさと脱出しないとね。こうして、カカオがドアを開けたその時でした。なんと、彼の目の前にはメンヘイ以外の複数のストーカーが待ち受けていたのです。やっぱり逃げ出そうとした。カカッチ、おとなしく部屋に戻って。ねえ。これは一体どういうことだい？ひどい。どうもこうもないよ、カカッチ。私知ってるんだよ。カカッチの数値が1000万だってこと。なぜそんなことを君が？カカッチのことなら何でも知ってるの。その数値は間違いなく私の思い。だけどね、そんな高い数値、私一人じゃ悔しいけど出せないの。それじゃあひょっとして。そう！私たちみんな、カカッチのことが狂おしいほど好きなの。だから、これからはみんなでカカッチを監視することにしたのよ。一体何のつもりだい？言ったでしょ？次逃げ出そうとしたら、ただじゃおかないって。今の薬が効いているカカッチになら、私たちでも勝てる。だから今のうちに。やめ。カカッチがもう脱走しようと思わないように、ちょっとだけ、痛めつけさせてもらうから。ね？ねえお姉ちゃん？そっちにお兄ちゃんいた？こっちにはいないわね。まったくあのナルシスト、どこまでナンパしにいたのかしら。足元注意。これって、カカオが好きなゴデュバの。どうしたのビタお兄ちゃん。何か匂うの？民剤混入。せっかくみんな集まったんだし、愛してるゲームでもしましょうか。じゃあ私からね。カカッチ、愛してる。はあ？ちょっと、それって抜け駆けじゃない？別にいいでしょ？さあ、カカッチ、言って。さすがにそれは。なんですって？愛してる。きゃー！私の負けよ、カカッチ。それじゃあ次は私ね。カカッチ、愛してる。さすがにもう勘弁してくれないかい？え？愛してる。ぐー。わせ。あんたたちほんとずうずしいわね。ねえ、カカッチ。私にも。愛してる。ああ！私も愛してるわ、カカッチ。はあ、さっさと逃げ出したいが。薬で自由が利かない上にこの人数だ。せめて数を減らせれば。そうだ。いやー、でも気になるな。気になる？何が気になるの？カカッチ。シンプルだけどとても大事なことだよ。なんせ、この中で僕を一番愛してくれているのは一体誰なんだろう。と思ってさ。え？そんなの？私に決まってるでしょ？いいえ、私よ。こいつらは所詮2番煎じだわ。黙って聞いてればビッチどもが。いい加減にしなさいよ。カカッチを一番愛してるのなんて私に決まってるでしょうが。何が黙って聞いていればよ。さっきから一番うるさいのはあんたじゃない。そうよ。私はずっと前からあんたたちが気に食わなかったのよ。あら、そう。それは奇遇ね。私も同じ気持ちよ。それじゃあ、ここではっきりさせましょうか。カカッチは、私だけのものだ！よし、狙い通りだね。あとは生き残った人間だけを始末すればいいわけだ。おりゃー！こうしてカカオの計画通りに争いを始めた3人。しかしすぐに予想外のことが起こってしまうのでした。1時間後。はあ、一体いつまでやってるんだい？くそー、まさか2人ともここまでやるなんてね。カカッチを思う気持ちは嘘じゃないってわけね。確かにその通りね。このままやり合っても何も進まない。もう無意味な戦いはやめましょう。なんだって？おいおい、それじゃあ一体誰が僕を独り占めするんだい？確かに、カカッチを独り占めしたいのはみんな一緒のはず。どうするの？そうね。実はさっき思いついたいい考えがあるの。こんな感じでカカッチを縦に3等分にして、それを分けるっていうのはどうかしら。3等分？一体それのどこがいい考え？何それ、明暗じゃない。じゃあ私は左目が欲しいから左側をもらおうかな。じゃあ私は右側。なんだって？ふふ私はカカッチの綺麗な口が欲しかったからちょうどよかった。それじゃあ、いいよね、カカッチ。救出。はあ、僕を3等分か。せめて、僕のご尊顔は美しく切ってくれよ。うふふ、そのくらい言われなかったってわかってるわよ、カカッチ。って、何よこれ！危機一髪。ビタ兄さん。ちょっと、いきなり現れて何なのよ！って、ああ！えへん、カーナちゃんの登場だにゃ。てかあんた、出会い中してたストーカー女じゃん。うう、またあんたなのね。今度という今度は許さないんだから。ガーナ、心配いらないわ。私もいるんだからね。ふっ。ちくしょう。うん、警察も呼んでおいたわ。大丈夫、ポンコツカカオ。やれやれ、助かったよ、まったく。そして。うへへ。なるほどね。ビター兄さんが民剤入りチョコドリンクに気づいて、姉さんがハッキングをして位置情報を掴んだってわけか。そういうことよ。それにしても、まさかあんたの数値が、あのイカれた女たちによって作られたものだったとはね。阿鼻教官。でもさ、お兄ちゃんの数値ってあんまり変わってないよね。あれだけ懲らしめたのに。なんで？さあね。どうせ刑務所からあんたを思い続けてるんでしょ。ふふふ。悪い冗談はやめてくれよ。さ、家に帰ろうか。うふふ。あなたのこととっても大好きよ。カカオ様。なんでカカオのストーカーがいるの？っていうか、なんでカカオにストーカーが湧くの？さあ、世の中物好きはいますからね。ああ、それより、ガーナにメガネを渡したおばあさんって結局何だったの？おばあさんの秘密はこの後のおまけを見てくださいね。それではまた。バイバイチー。いひひひ。数値の秘密に気づいたかね。ああ、骨董屋のおばあちゃん。あたしゃ気まぐれに世界を旅してる魔女だよ。そんで気まぐれにそのメガネをいろんな人間に貸しているのさ。人の執着度が見えるメガネなんて悪趣味ね。そうかい？人からの執着は必ず人生を狂わせる。このメガネでその可能性を知ることができるというわけさ。ちなみにそのメガネの効力はもう切れるから、ただのメガネになるよ。へえ、なんだつまんないの。じいさんには話を通しておいたから、一つ好きなものを持っておいき。それじゃせいぜい夜道に気をつけるんだよ。メンヘラホイホイのカカオ。はあ、できれば普通の美女にモテたいもんだよ。完全同意。こんばん、トリックオアトリート、ミステリー案内人です。あら、骸骨さん、段ボールで何を作っているんですか？私ね、生前ホームレスだったの。だからこうして段ボールで家を作っていたことがあるの。よなかなか苦労されていたんですね。おや、ちょうどある男性がホームレスの女性に声をかけられたようです。何があったのか早速見てみましょう。あなた、今日がその日よ。ある夜、通りを歩いていると、ボロボロの服を着たホームレスの女に突然声をかけられた。はあ？あなたに想像を絶する不運が訪れるわ。ああ、頭のおかしい変人に声をかけられてしまったようだ。だって僕は今最高についているのだから。仕事は順調で今度昇進することが決まっている。プライベートでも憧れていた女性と付き合うことになったんだ。馬鹿らしい。どいてくれ。僕は女を振り切りそのまま突き進もうとすると、目の前を猛スピードで自転車が横切った。あっぶねえ。ぶつかるギリギリのところで避けた。自転車に乗っていた人はスマホを見ていたらしく、よそ見運転をしていたんだ。もし不運にもぶつかっていたら、女の言う想像を絶する不運が訪れるというのもあながち嘘ではないのかもしれない。想像を絶する不運って言ってたな。具体的に何が起きるんだ？あなたの身に危険が、二度と元には戻らないような大怪我を負うこととなるでしょう。その怪我をきっかけにあなたの大切な人が離れていくのが見えます。そしてあなたは落ちぶれ、社会的地位をも失うことになるのです。マジかよ。まあ確かにあれだけ憧れていた女性と別れることになったら僕は立ち直れない。仕事も手につかなくなってしまうだろう。そうなれば確かに会社をクビになることも十分あり得る。そもそもこの女の言うことは妙な説得力があった。もしかしたら本当の預言者か超能力者なのかもしれない。あなたは全てを失う。そのきっかけとなる出来事が今夜起きるのです。ですがそれを回避する方法もある。何をすればいいんだ。女は懐からお守りのようなものを取り出した。ヨダソウをご存知ですか？ヨダソウ？初めて聞く名前だな。女によると、ヨダソウとはごく限られた地方にしか生えない草で、それを見つけた者は大いなる力を得るらしい。しかし扱いを間違えると命を奪われるとされている。嘘か誠か、あの豊臣秀吉はヨダソウにより天下人となったが、いつの日かなくしてしまい命を失ったという。これはそのヨダソウを乾燥させたもので作ったお守りです。かなり古いものなのだろう。お守りに書かれたヨダソウという字はかすれていた。このお守りがあれば不運を回避できるでしょう。ただしそれなりの見返りをいただけますが。どうしよう、このお守りを買うべきだろうか。女の言うことは現実離れしているが、もし僕に降りかかる不幸が現実のものになってしまったら人生おしまいだ。よし、わかった。いくらで売ってくれる？僕は財布を取り出し思い切って尋ねた。貴重なものなので10万円いただきます。高いな。でも仕方ない。ちょうど生活費のお金を財布に入れていてよかった。僕は女に10万円を渡し、お守りを受け取った。あなた、いい買い物をしたね。譲ってくれてありがとう。これで僕はもう大丈夫だよな。不運は降りかからないよな。答えはお守りに書いてあります。あなたのご無事を祈ります。女はそう言うと笑顔で去っていった。高い買い物だったが、これで不運を回避できる。僕はほっとして胸をなで下ろした。それにしてもボロボロだな。お守りに書かれた文字をまじまじと見つめた。よだそう。文字を見ているうちに女の言葉を思い出す。答えはお守りに書いてあります。よだそう、よだそう。ああ。逆から読んで僕は騙されたことに気がついた。ふふふ、10万円ゲットしちゃったわ。バカな男ね。ドリマ、近くの銭湯に行って汚れを落としましょう。わあ、さっぱりした。お腹すいたし、レストランにでも行こうかな。すみません。そこの綺麗なあなた。とてもお美しいのでアイドルになりませんか？はあ？なんとホームレスの女性はアイドルとしてスカウトされたのです。あれよあれよと有名になり、彼女はトップアイドルとなりました。よしこちゃん、かわいいよ、最高だ。私はある男性のおかげでここまで来ることができました。あのことがなければここに立っていなかったかもしれない。本当にありがとう。そしてごめんなさい。よーしこちゃん、泣くなー。よくわかんねえけど頑張れー。よしこちゃんっていうのね、騙したことは良くないけれど幸せになれてよかったわね。これからもトップアイドルとして頑張ってほしいものです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイチーン。さて、今日は休日。夜の晩酌の買い物にでも行こうかな。これこれ、この野郎ってお酒ここにしか売ってないんだよね。さあ、このまま帰るのもなんだし、寄り道しちゃおっか。牛丼屋だ。こんなところに地元の牛丼屋さんがあるんだ。すき家ばっかり行かずに今度行ってみようっと。さてさて、リサイクルショップ発見。お宝きっと見つかりますってか。本当に見つかるの？ちょっと寄ってみよう。いらっしゃいませ。ふむふむ。店内を物色していると、僕はある DVD を見つけた。全速力。全速力？どんな話なんだろう。って、説明なし？時間も書いてないし、タイトルしかなくてくさ。これが僕にとってお宝になるのかな。晩酌のお供にしよっか。はい、200円になります。ほい。お買い上げありがとうございます。さて、じゃあ帰るか。いらっしゃいらっしゃい、ご利用ご利用、安いよ安いよ。へいまいだ、トマト一つで50万円ね。はい、100万円のお預かり、50万円のお返しね、毎度。元気な八百屋さんだ。知らなかった、近所にあったんだ。たったいまーって、一人暮らしなんだけどね。さてさて、まずはお酒を冷やしてっと。お酒が冷えるまでちょいっと寝よう。ああ、すっかり夜になってしまった。社畜だから寝不足だったんだよね。よしよし、晩酌晩酌っと。買ってきた DVD でも見ちゃう？ポチッとな。あ、いきなり始まったぞ。お、行きつけのコンビニだ。しょっぱなからボロボロの服を着た痩せた男が走っているシーンが映し出された。似てるだけかな。全速力ってだけあって走ってるんだな。あ、俺さっきの牛丼屋じゃない？結構お客さんいるね。おいおい、マジかよ。リサイクルショップが出てきた。マジ？完全に近所じゃん。近所で撮影してたってこと？うわ、店閉まってるけど、ここ絶対さっきの元気なおっちゃんのいた八百屋さんだ。ちょ、待って待って、怖いんだけど。何なのこれ。そこ左に曲がったらうちなんだけど、まさか曲がらないよね。あー、曲がったんだけど。あ、通り過ぎた。よかった。っておいおいおい、戻ってきやがった。待って待って、完全にうちなんだけど。そしてカメラは男の視点になった。画面は僕が住んでいるアパートの2階部分を映している。まさか。急いで窓から外を覗くと、いる、あの男が。すると男はアパートの壁をハンマーで打ち始めたんだ。おい、何すんだよ、やめろよ。男の両目は左右反対を向いており、カメレオンのようだ。こいつやばい。警察に電話しなきゃ。警察ですか？うちのマンションに怪しい男がいるんです。やばい、こっちに来る。ドアスコープから外を覗くと、あー！やばいやばい、玄関壊れんだけど。男はハンマーを振り回していた。やめてくれ。僕はとっさにリモコンで停止ボタンを押した。あ、どこ行った？その瞬間、男はいなくなっていた。僕はすぐに DVD をゴミ箱に捨てた。あの男は一体何だったのだろう。もしもし、大丈夫ですか？ああ、なんとかなったみたいです。翌朝、玄関のドアには何かで打ちつけたような跡が残っていた。骸骨さん、何見てるんですか？ご近所物語。この話はね、主人公がうちの近所を徘徊する物語なんだよ。さあ、そろそろだ。聞いた？チチンポイポイいなくなれ。さて、屋上の景色でも眺めに行こうかな。僕にはちょっとした趣味があった。それは自宅の屋上から望遠鏡を使って街を眺めること。静まり返ったこの街を観察するのが好きなんだ。遠くに見える大きな建物とか、酔っ払いやカップルを乗せて走っていくタクシーとかね。ポツンと佇む一軒家なんかも妙にワクワクしてくるよ。誰が住んでるんだろってね。僕の家の西側には長い坂道があって、こちらに向かって下ってきている。屋上から西側に目をやれば、坂道全体を正面から見渡すことができるんだ。あのがでかいな。ガガガガガー。坂道にある自動販売機をぼーっと眺めていると、坂の上からものすごい勢いで走ってくる人がいた。なんだあいつ。望遠鏡で覗き込んでみると、半裸でガリガリに痩せた子供が満面の笑みを浮かべてこっちに手を振りながら猛スピードで走ってくる。ずっとこっち見てるってことは、僕の存在に気づいてる？気のせいか？男の子と目が合いっぱなしだ。あっけに取られて眺めていたけど、ふと何かすごくやばいことになりそうな気がした。ここから早く逃げなくちゃ。階段を降りて急いで家の中に逃げ込んだ。ドアを閉めて鍵をかけた。どうしよう、あれは一体何なんだ。恐怖で震えていると、屋上への階段を上る音がした。明らかに僕を探している。やばいよ、どうしよう、僕を探してる。僕は物音を立てないように部屋の真ん中で移動し、息を潜めた。ちょうどハロウィンパーティーでもらったこん棒があったので、それを握って構えた。しばらくすると、ものすごい勢いで階段を降りる音がした。階段を降りてきた。頼むからそのままどこかへ消えてくれ。あいつが来た。ドアを激しくノックし、ぶち破る勢いだ。あいつのうめき声も聞こえてくる。助けてくれ。やめろ。ガクガクと震えながら息を潜めていると、突然ノックもチャイムもうめき声も止んで静かになった。それでも僕は恐ろしくて、朝になると棍棒を構えて固まっていた。もうさすがにいなくなったよな。恐る恐る玄関のドアを開けると、誰もいなかった。いなかった。あいつは一体何者だったんだろう。もう二度と夜中に望遠鏡で覗いたりしないだろう。時は1949年、アントニオ・エガスモニスはロボトミー手術の考案者としてノーベル生理学医学賞を受賞。ありがとうございます。多くの人間がその術式を画期的だと称賛したのです。これが後に史上最悪のノーベル賞と呼ばれることになるとも知らずに。私の再婚をきっかけに暴力的になってしまって、担任から病院へ連れて行けと言われたのですが、何か問題があるのでしょうか。おそらく統合失調症ですが、簡単な手術で治せますよ。医師の名はウォルター・フリーマン。腕がいいだけではなく、ロボトミー手術に改良を加えた医師としても有名でした。ロボトミー手術とは、当時はまだなかった精神疾病の治療法として考案された術式。やめろ、俺に触るな。落ち着いてください。興奮状態や幻覚、破壊行為、統合失調症などの精神疾患に対する根本的な治療法として注目を集めていました。それもそのはず、アメリカをはじめとした各国では、戦争から帰国した兵士の多くが重篤な精神疾患を患っていたのですから。あの時僕が撃った男の顔が夢に出るんです。そうですか。そのため、根本的な治療が見込めるロボトミー手術を国は積極的に採用せざるを得なかったのです。先生、それで手術というのはどのような？なーに、簡単ですよ。脳の前頭葉あたりをこう専用の医療器具でクイッと回して切除するんです。脳を切除ですか？そうですね。細長いメスを目や鼻の穴から入れるんですよ。所要時間はだいたい10分から20分。ほんと簡単ですよ。その息子に危険はないのでしょうか？以前は頭蓋骨に穴を開けるやり方が主流でしたが、私が改良した頸がん化ロボトミー手術ならリスクもほとんどありません。先生がそう言うなら安心ですね。もちろんです。そう、ロボトミー手術とは、感情や想像力を司る前頭葉の一部を無造作に切除することで、精神的安定を図ろうとする術式。現代では素人でもありえないことだと分かりますが、当時は誰もが画期的な治療法として疑いませんでした。とはいえ、それも無理はありません。悪魔よ、立ち去れ。その少し前まで精神病とは悪霊に取りつかれてなる病だと考えられていた時代、医師の言うことを盲目的に信じてしまうのも仕方がないのです。こうしてロボトミー手術は1945年から1947年の3年間だけでなんと2000件以上の手術件数に達してしまいました。はい、じゃあ僕ここに座ってね。先生何するの？こうするの。男の子が座った椅子は電気椅子。頸がん化ロボトミー手術は電気ショック療法による全身麻酔のみで行っていたのです。よし、今のうちだ。メス。はい。お母さんおめでとうございます。手術は成功です。息子さんこれでおとなしくなると思いますよ。ありがとうございます。とはいえこんな術式にリスクがないわけがありません。ねえ、どこか行きたいところはある？いい。食べたいものは？ない。僕ちょっと歩いてくる。ロボトミー手術を受けた患者には無気力や無関心、転換、運動麻痺、言語障害などの副作用が見られたのです。中には人生に絶望し自ら命を落とす患者まで。嘘よ、そんな。残念ですが事件性はありません。こうして徐々にロボトミー手術の危険性が唱えられ始めましたが、運悪く同じタイミングでノーベル賞の受賞が決定。世界的に信頼度が急増した結果、2000件だった手術件数は2万件近くにまで跳ね上がってしまいました。手術件数が増えればそれだけ被害者も多くなるということ。ねえケネディ、おまんまごとしよう。先生、妹はどうなったんですか？一時的なものです。安心してください。その被害者の中にはあのケネディ大統領の妹までもが含まれていたのです。彼女は副作用として幼児対抗が見られ、命が尽きる85歳まで施設の中で暮らし続けました。さらにロボトミー手術は精神疾患に悩む患者だけにとどまらず、犯罪者や何も悪いことをしていない LGBT にまで広がりを見せました。捕まえろ。表向きは反社会的な人格の強制との公表でしたが、単なる人権侵害、人格破壊でしかなかったのです。こうして各方面からの不信感が募る中で出版されたのがケン・キージー書「格好の巣の上で」という小説。なんてことだ。その小説にはフリーマンが先導を切って行っているロボトミー手術の恐ろしさが告発されていたのです。こうしてロボトミー手術によってもたらされる非人道的ともいえる危険性がようやく世間にも周知され始めました。ちなみに日本ではロボトミー手術によって凄惨な殺人事件までが発生しています。やめて。お願い、言うことなら何でも聞くから。うるさい。もう何も俺は感じないんだ。無理やり手術を受けさせられ、転換をはじめとした副作用に悩んだ患者は、その復讐として医師の妻と母親を殺害。その逮捕後に無期懲役を言い渡されますが、問題の本質を理解しているなら判決は無罪か死刑の2択しかないはずだと無表情のまま裁判官に物申したと言われています。結局は無期懲役のまま判決は変わらなかったみたいですが、こうして1950年代をピークとしたロボトミー手術は徐々に勢いが減退。ロボトミー反対。ロボトミー反対。ふざけるな。ロボトミー手術は私たち人間にとって必要な手術だ。フリーマンはその必要性を主張し続けましたが、圧倒的な被害者の数に勝てるわけもなく、さらに追い打ちをかけるかのように1952年フランスの科学者ラボリによって初めて抗精神病薬が誕生。甚大な副作用がない上に精神疾患への改善が認められたことからもロボトミー手術は用なし状態となり、70年代には世界中で禁止されることとなったのです。ロボトミーは素晴らしい画期的な術式のはずだ。医師のフリーマンやノーベル賞を受賞したモニスが多くの方の人生に取り返しのつかないダメージを与えたことは事実ですが、その根幹の問題は未発展の医学だと言えるでしょう。そしてそれは100年後の未来人からすれば今の私たちも同じだと言えるかもしれません。100年前の人たちってなんて信じてたの？だからこそ私たちは盲目的に医学を信じるのではなく、俯瞰的な視点を持ち続けなければいけない。そのことを忘れてはいけないのです。あれは数年前の出来事だ。私は大学で同じサークルにいるミクと一緒に小旅行へ行くことになった。ねえねえ、今度の旅行さ、どこ行くか考えた？まだだけど、どこか行ってみたいところある？じゃーん！見て見て！実在した姥捨山、見捨てられた老婆の怨念宿る最強心霊スポット。タイトルのインパクト。姥捨山とは、食料不足で親の介護が困難になる家族が現れた。そこでその親を捨てる舞台が姥捨山。金峰山という説もあり、熊本県にあるとされている。何これ、私で言うところのおじいちゃんおばあちゃんを山に捨てるってこと？そう、せっかくだから観光がてら行ってみない？ぐー、困った。私は普通にハイキングをして自然を楽しみたいだけなのに。ミクの目めっちゃ輝いてるし、仕方がない。行ってみるか。ミクもこうなっちゃうと何を言っても聞かないからね。当日。私たちは車で例の山に向かった。へえ、雰囲気あるね。なんか不気味じゃない？おー、それがいいんじゃん。ミクは楽しそうにしているが、不穏な空気が漂っている気がする。早く行こうよ。うん。山には木が生い茂り、真昼だというのに薄暗かった。夜にこんな場所に捨てられたら、置き去りにされたら、足の弱った老人なら帰ってくることはできないだろう。その怨念がうごめいているのかな。そう思うとゾクッとした。5分ほど進んだあたりで突然前を歩くミクが止まった。どうしたの？ミクは無言で前方を指さした。その先には何かがうずくまっていた。まさか姥捨山の老婆だったりして。それはゆっくりとこっちに振り向く。何あれ！頭が異常に小さい老婆が立っていた。ゆっくりとこちらに近づき、口を開く。手はいらんかね。手、ですか。聞き返すと、老婆はうなずきながら繰り返す。手はいらんかね。いらないです！なんであれ早くこの場から立ち去りたかった。そうか、いらないか。老婆は体を揺らし、どこからか鎌を取り出してこちらに向ける。いらないなら、その手をもらうぞ。老婆が鎌を振り回しながらものすごいスピードで迫ってくる。鹿島さんと同じパターンだったか。手はいるって答えなきゃダメなのか。私たちは背負っていたリュックを老婆に投げつけ、急いで車まで走った。の今の。怖かった。死ぬかと思った。老婆が何者かはわからないが、明らかに異常だ。私たちはとりあえず警察に向かうことにした。しばらく走っていると、車の外からパタパタという音が聞こえてくる。なんだろうかと窓から音のする方を確認すると、老婆が鎌を振り回しながら猛スピードで走っていた。しかもみるみるうちに車の真横まで迫ってくる。やばいよやばいよ、ミクちゃんと捕まって、全力で行くよ。しかし車のスピードを上げても老婆は難なくついてきた。もうダメだ、そう思った時、背後でサイレンが聞こえた。そこの車、止まりなさい。私たちはスピード違反でパトカーに止められた。そしてあの老婆は姿を消した。警官に事情を説明すると、私たちが見た老婆は地元で都市伝説となっている金管ババアかもしれないとのことだった。正体は不明。妖怪か怨霊か、はたまた超人か、誰にもわからないという。ちなみに、手はいらないかって聞かれた時に、いるって答えると、おばあさんが自分の手を置いて去っていくらしい。しかもおばあさんはおじいさんと二人で行動することもあって、金管じじいって言うとのこと。まあ、なんであれ無事ならいいじゃないですか。はい、よかったです。今回は見逃していただけるんですか？すると手にしたクリップボードに何やら書き込み、こちらに渡してくる。はい、これ。反則告知書。銀行の窓口で払っといてね。金管ババアに遭遇したからといって、スピード違反を見逃してはくれないらしい。オレミ、あんたんとこにもこれ届いてる？何？会社の更衣室に着くや否や、同僚のプリンが変なメッセージを見せてきた。それは日付と謎の番号だけが記載されているだけのメッセージ。10月24日、564219。もちろん私にはその意味なんてわからなかった。10月24日って、今日じゃん。そうなんだけどさ、身に覚えがないんだよね。なんか気味が悪いね。どうせただのいたずらでしょ？せっかくなら偽物でも煙たくからのメッセージの方がテンション上がるのにな。私は二宮和骨さんがいい。もう、骨見ってば。ドレミさん、この資料お願いしていいかな？もちろんです。またあなたミスをしてるわけ？なんでこんなくだらない仕事もちゃんとできないのよ。すいません。今日もカタカタさんは派遣に厳しいね。ドレミちゃんもいじめられないように気をつけなよ。私も2日前あの人に怒鳴られたわ。厳しい上司に途方に暮れるほどの仕事の量。日が暮れる頃にはあの謎のメッセージのことなど誰も覚えていなかった。それも無断欠勤で連絡もまだ取れていない。ほんと、だから派遣なんて雇うもんじゃないのよ。まあまあ。事実、この会社は激務ということもあって、派遣社員が飛ぶことも珍しくはない。職場は一瞬だけ騒がしくなったけれど、すぐに普段の雰囲気に戻っていた。プリンはそんな無責任な人じゃないのに。ねえ、ドレミ、プリンどうしたのかな？なんか心当たりない？なんか変なメッセージが来てたけど、関係ないよね。もしかしてそれって、これのこと？骨身のところにも来てるの？骨身が見せてきたのは、紛れもなく昨日プリンから見せられたメッセージと同じものだった。10月25日、564219。唯一プリンと違うのは日付が今日ということだけ。プリンに送られていたのは日付が昨日だったんだよね。そしてその翌日に姿を消した。もしかしてこの日に殺されちゃうとか？さすがにそれはないでしょ。たまたま体調崩してるとかだよ、きっと。はあ、今日はもう散々だったな。プリンのことを考えすぎていたからだろう。いつもならしない入力ミスをしてしまった。そしてそのミスを見つけたのが運悪くカタカタさんだったんだ。もう、本当にあんたみたいなバカを雇う会社もどうかしてるわ。申し訳ありませんでした。何年ぶりかに人に怒鳴られた。怒ってる人と話すのってなんであんなに疲れるんだろう。そんなことを考えていると電話がかかってきた。なんだ、骨身か。もしも。何？骨身？もう一回言って。あ、切れちゃった。すぐに私は2回彼女に電話をしたけれど、繋がる様子はなかった。とはいえ、私は彼女が飲みすぎて酔っているのかな程度にしか考えず、そのまま家に着いた。はぁ、しんどかった。すると、今度はスマホにメッセージの着信音が鳴った。時刻は23時55分。まったくもう、骨身か？文句を言いながら確認すると、そこにはプリンや骨身にも送られていた、あの意味のわからないメッセージが届いていたの。10月26日、564219。日付は明日だ。小さな不安を抱いたけれど、こんなメッセージに返信したら詐欺業者のターゲットになりかねない。面倒事を避けるためには無視するのが一番だと思い、私は無視してそのまま寝ることにした。一応警察にも連絡しておこう。そうですね。なんとプリンに続いて骨身までが無断欠勤をしていた。二人とも連絡が一切取れない状況。こうなると嫌でも私は彼女たちに送られてきたメッセージのことが頭から離れなくなったわ。この数字に何か意味があるのかもしれない。そう思ってネットで検索してみてもその答えは見つけられなかった。暗号か何かだろうか。暗号？いや、待てよ。これってもしかして。564219。564219。殺しに行く。その時骨身が言っていた言葉を思い出した。この日に殺されちゃうとか。彼女の言う通りだったんだ。これは本当に殺人予告なんだ。プリンも骨身も今頃どこかで死んでいるのかもしれない。こんなことは考えたくないけれど、あのメッセージにこれ以外の意味があるとは到底思えなかった。すいません。早退します。ちょっと、ドレミくん？おいおい、嘘だろ。きっかけは冒険家の友人がエジプトで推定250歳の赤ちゃんドラキュラを発見したことだった。お前なら引き取ってくれるだろ。もちろんだとも。友の願いだ。喜んで引き受けよう。こうして私はドラキュラとの生活を始めたんだ。しかしドラキュラはなんともまあ優しい子供に育ってしまってね。ひもむしさん、こんばんは。寝てるんだから話しかけるのよ。ごめんよ。もちろん人間を襲うこともできやしなかった。お前の食事は人間の血なんだぞ。ほら、襲ってこい。人を襲うなんて僕はやだよ。ドラキュラが道徳心を持ってどうするんだ。まったくもう。博士。結局この子が寝ている間に点滴で栄養補給する他に手はなかった。とはいえこうやってごまかせるのも私が生きているまで。こうして私はこの子を良心や罪悪感を欠如させる冷淡なサイコパス、いや後天的に作り出すソシオパスに成長させることを決意したんだ。ほら、血を飲まないのならこれでも食え。ふわー、臭い。これ臭いよ、博士。なんだ、ニンニクも食べられないのか、お前。うわー。ふわー。博士の息で鼻が曲がりそうだ。起きろ。起きるんだ、ドラキュラ。朝は無理だよ。って、うわ、なんだこの部屋。模様替えをしてみたのさ。気に入ってくれたかな？苦しいよ、博士。なんでいじめるの？これは聖水といってね、邪悪な君には少し苦しいから覚悟しなさい。やだ。助けてよ、博士。はあ、暑い。苦しい。辛いよ。すまない。立派なドラキュラになるためなんだ。こうしてドラキュラのソシオパストレーニングは幾日も続いたのだ。しかし。芋虫さん、見てよ。僕筋肉ついたでしょ？お前の筋肉なんて昆虫の世界ではゲのゲさ。うわぁ、ひどいや。ドラキュラは人間年齢で言えば8歳だというのに、未だ芋虫にすら一度も勝つことはできなかった。どうすればこの子は独り立ちできるようになるんだ。博士、ごめんなさい。僕のせいで。博士が頑張ってくれてるの分かってるのに。ドラキュラ、もういいんだ。私が間違えていた。お前は本当に優しい子だよ。ただし、私が死ぬまでに自分で生きていく方法を学ばなければいけないよ。うん。博士、大好きだよ。私も大好きだよ。こうして私は人生で初めて実験を途中で諦めたのだ。博士はいるか？誰だこんな時間に。ってなんだお前か。いや、おう博士、急で悪いんだがドラキュラを返してもらいたいんだ。博士？おう、そいつだよそいつ。お前は下がっていなさい。どういうことだ、友よ。いやね、資産家の人間にドラキュラの話をしたら、ホルマリン漬けにするから50億で買わせてくれって言われてさ。もちろんお前にも分け前は渡す。なあ、いい話だろ。ダメだ。この子はもう私の家族だ。おいおい、本気で言ってるのか？こいつはドラキュラだぞ。人間じゃない、化け物なんだ。少なくとも貴様のような汚れた人間でもない。はあ、もういいよ。本当に残念だ。うわ。博士！嘘だ、博士！逃げなさい。早く。嫌だ！博士、お願いだよ。一緒に逃げよう。今までありがとうね。大好きだったよ。まあこんな感じで私は死んでしまったんだ。ここからは魂となった後の話だが、お前だけは許さないぞ。そんな脅しなんて。お前の血、うまそうだな。うわ、ドラキュラ怖っ。結果的に私の死がドラキュラのトラウマとなり、ソシオパスになることができたんだ。というわけでじゃ、案内人さん、ドラキュラとたまに遊んでやってはくれないか。よろしく。そうですね。でも私襲われたりしないでしょうか。すっごいかっこいいけど、私も心配だわ。それは大丈夫。ドラキュラは基本無表情でクールだが、悪い人間以外は襲わない。それに骸骨は数値がないからね。確かにそうですね。もう博士ってば。あれはぐー。なんでドラキュラがこんなところに。やめなさい。ドラキュラ、そいつの血だけはやめなさい。腹壊すぞ。白骨急便です。ハンコお願いです。はあ、はい。汚い部屋でですね。それはちょうど俺の仕事が休みの日、有名ゲーム会社のロゴが入ったバカでかいサイズの段ボールが届いたんだ。何か注文したかな。身に覚えは全くなかったけれど、段ボールを開けるとすぐに答えは分かったよ。それにはなんと、丁寧に梱包された最新式の没入型 VR ゲームセットが入っていたんだ。これってもしかして。同封されていた手紙には次の内容が書かれていた。おめでとうございます。あなた様はこの度、弊社が開発した最新式の没入型 VR ゲーム機のモニターに選ばれました。取扱説明書の注意事項をよく読み、正しくご使用ください。そう、何ヶ月も前に応募していてすっかり忘れていたけれど、俺は次世代ゲーム機のモニター役に選ばれたんだ。それも数えきれない応募者の中で俺だけが選ばれた。つまり世界でたった一人の当選者だってことさ。うん、いい眺めだ。寝不足だったけれど、そんなことは関係ない。興奮が冷めないまま、早速ゲーム機の中身を全て取り出した。そこには頭全体を覆うヘルメットのような機械、手袋、太い電源ケーブル、取扱説明書の4つが入っていた。そして取扱説明書にはこんなことが書かれていた。起動の仕方。起動するには VR ギアと付属のグラブを装着し、電源ケーブルを差し込んだ上で起動と声を出してください。終了の仕方。ゲームを終了するには、ゲーム終了と声を出してください。音声だけで起動と終了ができるなんて、まるで SF の世界みたいでテンションが上がるだろう。早く試したい。他に書かれていることは、警告。ゲームを正しい手順で終了しない場合、ゲーム機が故障する可能性があります。また、本デバイスはプロトタイプのため、予期せぬトラブルが発生する可能性があります。なんてことない上等文句。俺は説明書を投げ捨ててすぐに準備を始めた。あとは電源ケーブルを差し込んでっと。よーし。起動。そう口にした瞬間、VR ギアが頭にぴったりすぎるほどに密着し、みるみるうちに新たな世界が広がっていった。うわ、マジか。恥ずかしいけれど、俺はホラーゲームがあんまり得意ではないんだ。傍から見れば、この光景は某コーヒー豆系 YouTuber 並みに面白いものだろうね。でも入り込んだ世界はまさにリアルそのものだった。気がつけば俺は古い屋敷の中にいて、じめついた空気にカビ臭さまでが忠実すぎるほどに再現されていたよ。すげえ、どういう仕組みなんだ？誰だってこんなのビビるだろう。恐る恐る周囲をよく確認しながら歩き始める。すると急に後ろから美少女が現れて俺の手を握ってきたんだ。一緒に逃げて、化け物が来るわよ。もちろんその感覚も超リアル。初めて母ちゃん以外の手を握ったということだ。後で母ちゃんに電話で報告しよう。嘘にはならないはずだ。いけない。モニター役としてしっかりゲームに集中しなければと思ったその瞬間だ。来たわ。うわ、マジの化け物だ。絶望を感じるほどに強そうな大きなゾンビが急に飛び込んできたんだ。俺は周囲を見回しながら逃げるルートを先導したよ。こっちだ。オンラインプレイなら一発で恋に落ちるほどスマートな先導だったと思う。お願い、あなただけでも逃げて。そんな、やっと僕たち出会えたのに。目の前の退路が閉ざされて立ち止まった瞬間、ゾンビに掴まれたのだろう。首が締め付けられたんだ。その強さは凄まじかった。ついに意識までが徐々に薄れていった。本当に命の危険を感じたよ。そんな中、どうにか最後の力を振り絞って俺は足を一歩前に踏み出したんだ。すると何かが抜けたような手応えとともに首の締め付けが解けた。今度こそ確実に殺される、そう思ったよ。けれどその様子はおかしくてね。あれ、まるで凍りついたかのようにゾンビは一切動かなくなっていた。きっと奴を倒したんだ、そう思って喜びまくったよ。ホラーゲームの才能もあるのかよ、俺ってね。いや、怖かっただろ。でも大丈夫、奴は俺が倒したからね。照れているのかい？さっきの勢いはどうした？って、あれ？でもね、どうやらそれは間違いだった。不思議なことに彼女の様子までゾンビと同じように固まっていたんだ。ただゾンビと違うのは、美少女は無表情のまま直立し、口をパクパクと動かして小さな声で何かを唱え続けているという点だった。耳を澄ませるとその言葉はよく聞こえたよ。あなたのプレイしているゲームは正常に終了されませんでした。美少女はただこのセリフを何度も単調に繰り返す。マグなら仕方がないか。ゲーム終了。このままゲームを続けても仕方がないからね。こうして俺はゲームをやめたはずだったんだ。ってあれ、まだ終わってないの？そう、説明書に書いてあった通りに声を出したのに一切反応がない。ゲーム終了。それは繰り返しても同じだった。さすがに焦りが出てきた俺は VR ギアを脱ごうとしたよ。でもね、ぴったりすぎるほどにフィットしたそれが外れる可能性はみじんも感じられなかったんだ。いってて、そして勢い余って転んだ拍子にあることに気がついてしまった。挿してあったはずの電源ケーブルが外れている。冷静になって起きた出来事を全て整理してみると、おのずと答えは見えてきたよ。俺が苦しんでいた時、多分あれはゾンビに首を絞められているのではなくて、ケーブルが首に絡まっていたのだろう。苦しい、死ぬ。そして力を振り絞った最後の一歩で、挿してあった電源ケーブルが完全に抜けてしまったんだ。あなた、プレイ、ゲームは終了されませんでした。気がつけば次第に彩られた世界が歪み黒ずんでいく。はあ、どうしよう、どうすれば。あなた、ゲームは終了でした。意識がはっきりとしている中で、次第に美少女の姿もその声も雑音と混ざりかき消されていく。もう何をしても無駄なんだと悟った。母ちゃん、ごめん。俺はこの壊れたデータの中に閉じ込められることになるだろう。跡形もなくなったデジタルの世界の中をただ一人ぼっちでさまよい歩くんだ。あなた、終了。誰か、どうか俺を見つけて。私はローランド。外通りに面していない部屋を用意してくれ。料金を前払いする頃、1935年1月2日、アメリカ・ミズーリ州のホテルにローランドと名乗る男性がチェックインしました。彼はとても大柄で、まるで格闘家のようながたいの良さ、高級そうな黒いコートを羽織り、大きな傷跡がありました。受付係は言われた通りの部屋を用意。彼は1046号室に案内されました。失礼します。客室係の女性が部屋を訪れると、部屋はテーブルランプがついているだけの薄暗い状態。ブラインドはしっかり下ろされ、まるで何かを警戒しているようでした。ローランドは部屋の椅子に座り、何かに怯えているようです。では、ローランド様、アメニティのご用意ができましたので失礼いたします。ごゆっくりおくつろぎください。ありがとう。後で友人が来る予定だから、部屋の鍵は開けておいてほしい。かしこまりました。1月3日。翌朝掃除のため、再び客室係が1046号室を訪れました。あら、外側から鍵がかかってるわ。外出されたのかしら。客室係は鍵を使って誰もいないはずの部屋の中へ入ります。しかし、ローランドが昨日と同じように椅子に腰掛けていたのです。部屋はやはり薄暗いまま。客室係は驚きましたが、とりあえず掃除をすることに。すると、部屋の電話が鳴りました。はい。違うんだと。俺は何も食べたくない。朝食を食べたばかりで腹は減ってないんだ。ドン、昨日言っていた友人なのかしら。その夜。客室係は1046号室に新しいタオルを持っていくと、部屋の中からローランドと男の争う声が聞こえてきました。ローランド様、大丈夫ですか？タオルをお持ちいたしました。しかし、返答したのはローランドではなく、もう一人の男でした。何も必要なものはない。帰ってくれ。怒鳴られ怖くなった客室係は言われた通り引き返したのです。1月4日朝、受付係が1046号室へ内線電話をかけたところ、部屋の受話器が外されたままだと気がつきました。スタッフが部屋へ確認に行くと、ローランド様、お部屋の受話器が外れているようなんですが、部屋に入ってきて明かりをつけてくれ。部屋の中へ入ろうとしましたが、ドアにはロックがかかっていて開きません。ローランド様、申し訳ございません。鍵を開けてくださいますか？スタッフがそう言ってノックをしましたが、ローランドからの反応はありませんでした。受話器を元に戻してくださいね。スタッフは要件を告げ、仕方なくそのまま引き返しました。1046号室、まだ受話器が外れたままだぞ。おかしいと思い、次は別のスタッフが部屋へ行き、鍵でドアを開けました。すると、ローランドが裸で床に寝転がっていたのです。きっと泥酔しているんだろう。スタッフはそう判断し、受話器を戻してすぐ部屋を出ました。1時間後、1046号室の受話器はさっき元に戻したんだよな。また外れているみたいだけど、おかしいなぁ。また行ってくる。スタッフは部屋のドアに入室禁止の札がかけられているのを見つけます。ローランド様、ローランド様。いくら呼びかけても返事はありません。痺れを切らしたスタッフが中へ入ると、そこは凄まじい状況でした。壁、ベッド、至るところに血が飛び散り、床の上にできた血だまりの中にローランドが横たわっていたのです。数分後、警察が到着した時、ローランドはかろうじて息をしている状態。刃物で何箇所も胸を刺され、頭蓋骨は陥没。手足や首には縛られた跡が残っていました。ローランドは明らかに拷問を受けたようでした。息のあるローランドに誰にやられたのかを警察は尋ねます。しかし、誰でもない。自分で浴槽にぶつかっただけだ。としか答えないのです。ローランドは病院へ搬送されましたが、その言葉だけ残して息を引き取りました。この奇妙な事件は殺人事件として捜査されることになったのです。捜査開始。いくつもの不可解な点。警察が身元を確認すると、ローランド T ・オーウェンという男はこの世に存在していませんでした。つまり、被害者は偽名を使っていたのです。似顔絵を掲載し、情報提供が呼びかけられましたが、彼を知っているという人は現れませんでした。他にも謎があります。殺人の起きた1046号室からは、被害者の着ていた衣類やタオルなどが全て持ち去られていたのです。部屋のランプには従業員ではない女性の指紋が残っており、水の入った2つのグラス、希硫酸の入った未開封のボトルも発見されています。警察は被害者と一緒にいたと思われるドンを捜索しますが、結局発見には至りませんでした。もう一人の謎の男。被害者は身元不明のため、無縁墓地へ埋葬されることになりました。しかし、ある電話がかかってきたのです。死んだのは自分の義理の兄弟だ。葬儀の費用は俺が払う。電話はすぐに切られ、その後新聞紙に包まれた多額の現金が警察に届きました。埋葬当日には13本のバラの花束と「永遠の愛をルイーズ」という謎のメッセージが送られてきたのです。メッセージは「永遠の愛を」となっていますが、13本のバラの花束の花言葉は「永遠の友情」。これが意味するものは何なのでしょうか。被害者も犯人も不明のまま時間だけが過ぎていきました。1年後、ある女性から電話がかかってきました。被害者が私の友人の息子アルテムス・オグレトリーに似ているの。彼は行方不明なのよ。私の息子とそっくり。私の子よ。こうした証言はありましたが、捜査されることはありませんでした。なぜなら事件があった後に行方不明の息子から手紙が届いていたからです。しかし、アルテムスはタイプライターが使えなかったにもかかわらず、手紙はタイプライターで書かれていました。その後、母親にジョーダンと名乗る男性から電話があり、アルテムスはエジプトで裕福な女性と結婚した、と告げられました。アルテムスは本当に生きて幸せに暮らしていたのでしょうか。それとも身元を特定させないために誰かが母親のもとへ連絡をよこしたのでしょうか。確かめられることはなく、この事件は未解決のまま終わります。さて、名探偵ナンコがいくつかの仮説を挙げました。早速見てみましょう。考察。この事件はいろいろな考察ができます。まずは考察1。ローランドは工作員で正体がバレ、拷問されたのではないか。考察2。ドンとローランドはルイーズという女性を取り合って揉めていたのではないか。この説の場合、メッセージと13本のバラの花束の意味もなんとなく察することができます。ドンはルイーズに永遠の愛を、殺してしまったローランドに永遠の友情を誓ったのでしょうか。考察3。ローランドはマフィアで仕事でしくじって拷問の挙句殺されたのではないか。この説の場合、葬儀費用を出した義理の兄弟という存在が納得いくはずです。男はローランドの兄弟分で、せめて葬儀だけでもきちんと行いたいという気持ちがあったのではないでしょうか。真実は闇の中にあるこの事件。皆さんはどう思いますか？ジャック・ザ・リッパー。切り裂きジャックことジャック・ザ・リッパーについて聞いたことはありますか？診察室に座る私にその意思は尋ねた。シミ一つない白衣を身にまとい、チャーミングな笑顔をたたえて。はあ、ご存知ないと。結構有名な名前だと思いましたがね。ジャックとは19世紀、ロンドンを震撼させた連続殺人鬼。夜な夜なロンドンの街を歩き回り、売春婦ばかりを狙い、それは残忍な手口で殺害しました。誰にも気づかれずに近づいて、鋭利な刃物で喉をスパッとね。被害に遭った女性は皆、喉を切り裂かれ、内臓の一部を抜き取られた状態で発見されたんです。怖いですよね。一体誰がこんなむごいことを行ったのか。犯人は犯行予告を警視庁や新聞社に送りつけたんです。ジャック・ザ・リッパーと署名をつけて。それからというもの、ジャックは連日新聞の表紙を飾りました。イギリスのみならず海を越えてアメリカの雑誌にまで取り上げられたのです。インターネットのない時代ですから、これは驚異的なことですよ。そんなジャックの犯行とされる犠牲者は5人とされています。公式にはね。ですが実際には数えきれないほどがジャックの手にかかっているんです。しかし当時の警察の捜査では同一犯だと見抜けなかった。まあこれだけ殺人が続くと警察も警戒を強めますよね。その年は夜間の外出禁止令が出されて、ジャックは犯行を中断せざるを得ませんでした。ジャックの犯行がぱったりとやむと、今度はどうなったか、人々はジャックの正体についてあれこれ語り始めます。夜中に怪しまれずに歩き回れたことから、警察の人間じゃないか、特殊な趣味を持つ貴族階級のものかもしれない、果ては女装した男が女性になりきれない嫉妬から殺しただなんて説まで、まことしやかに囁かれたものです。しかしどれもナンセンス、ある説を除いてね。それが医師という説。鋭い刃物を扱い、臓器を手際よく取り出すことから解剖学に詳しい人物だという説があるんです。誰であれ提唱した人は勘がいい。そしてもう一つの説、それは姿を消したジャックは未だ生きているというもの。大げさな身振りとともに医師が椅子から立ち上がる。私は驚いて跳ね上がったが、医師はお構いなしに続けた。どうでしょう。もしですよ。ありえない話ですが、ジャックがまだ生きていて殺しを続けていたらどう思いますか？しかも医者として働きながらね。恐ろしいですよね。医師が私を指さす。ちょうど今のあなたのような怯えた表情になるに決まっています。医師は私が椅子に縛られたままであることを確認すると、背後の戸棚から古めかしいメスを取り出した。やばい。私は逃げようともがいたが、縛られていて動けない。助けを呼ぼうにも口にテープをされていて声が出せない。これはね、私がロンドンで活動していた時からずっと使い続けているものです。100年以上経ってもまだ鋭い。これであなたの喉を裂き、内臓を切り取ります。若さを保つのも楽じゃないんですよ。相応の犠牲が必要でしてね。心配しないでください。一瞬ですから。さあ暴れないで。医師ジャック・ザ・リッパーは優しく微笑み、メスを持ちながらゆっくりと私に向かってきた。世界的にも有名な未解決事件の一つ、切り裂きジャック。結局様々な情報があるものの、ジャックは未だ逮捕されていません。今年の3月にジャックの正体が特定されたという報道があったのをご存知ですか？被害者のストールについていた DNA が、当時23歳だった理容師コミンスキという青年のものとほぼ一致したというのです。コミンスキは事件当時も容疑者の一人ではあったのですが、証拠不十分で逮捕されず、コミンスキもすでに亡くなってますし、DNA 鑑定も 100% 正しいというわけではないことから、未だにこの説は議論が繰り広げられています。